皆さんどうもこんにちは。ビジネス塾の翔です。本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではビジネス書の解説をもとにビジネスに役立つ情報をお伝えしてまいりますので、役に立った、参考になったと思われた方は、高評価、チャンネル登録、コメントなどいただけると嬉しいです。今回の動画ではメンタリストとして有名な DAIGO さんの著書、知識を操る超読書術の解説をもとにビジネスに役立つ情報をお伝えしてまいります。そして今回お伝えする内容はアウトプット型の知識を得るための読書術という内容を3つのポイントにまとめてお伝えいたします。その3つのポイントがこちら。1、読書法に対する誤解。2、読書の新常識。3、アウトプットの極意、スパイスという内容になっております。では早速1つ目のポイント、読書法に対する誤解から解説をしていきます。まず、得た知識を日常やビジネス上で活かすためには、読書法に対する認識を改める必要があります。認識を改めるべき読書法は大きく3つ、速読、多読、専読です。一体なぜなのか、その理由をお伝えしていきます。まず、速読に関しては、読むスピードを上げると内容の理解度は落ちるという結果が科学的に立証されています。つまり、本全体を速読すると、せっかく本を読んだにもかかわらず、理解度が低く日常に活かすのが難しくなってしまう可能性が高いということです。さらに、多読に関しては、全く別のジャンルの本を多読することはいいことなのですが、同一ジャンルの本を多読した場合、1冊目と10冊目と20冊目では、1冊目よりも10冊目、それよりも20冊目、つまり後で読む本からは新たに得られる情報量は少なく、読書の効率が落ちてしまうという結果になってしまいます。そして最後、専読に関しては、インプットするだけでいいのであれば専読は意味があるのですが、アウトプット型、つまり日常生活でも活かせる程度の知識定着のためと考えると、悪書は悪書で意味のある本となります。なぜかというと、悪書を読んだ際は、その本の内容の添削、自分はこう考える、ここを詳しく書かなければ伝わらない、など、一人でアウトプットのトレーニングを行うことができ、知識の定着に有効です。そのため、評判の良い本はインプット用、評判の悪い本は知識定着用と考えると、専読は一概に良いとは言えないという結果になってしまいます。改めてお伝えします。読書法の誤解とは、速読、多読、専読という3つの読書法に対する認識を改めましょうという内容です。では続いて2つ目のポイント、読書の新常識に関してです。ここも先に結論をお伝えすると、読書の新常識とは、メンタルマップとスキミングという2つの考え方です。それぞれどういうことなのか解説していきます。まず、メンタルマップとは本を読む前の事前準備のことです。本を手にしたらすぐに読み始めるのではなく、なぜこの本を読もうと思ったのか、そしてこの本から得たい知識は何なのかという内容を3つ箇条書きで書き出すというものです。ここで注意するポイントとしては、イメージするだけではなく書き出すということです。たったこれだけの作業をすることで知識の定着度合いが大きく変わります。では続いてスキミングです。スキミングとは本の読み方のことで、まずは目次に目を通し、本全体の内容を把握し、その後にメンタルマップで書き出した内容を知ることができる点だけを熟読し理解するという読み方です。速読と似ていると思った方もいらっしゃるかもしれませんが、速読は本全体を圧倒的なスピードで読むため、全体的な理解度が下がるのに対し、スキミングは必要な項目を絞り熟読することで、短時間で読書を行うことはできるが、理解度も高く知識を定着させることができる方法となります。では一旦ここまでの内容をまとめます。今回の動画の目的は、実用性のある知識をつける読書法を知るという内容になっており、ここまでお伝えした1つ目のポイントが読書法に対する誤解、2つ目のポイントが読書の新常識です。そして、読書法の誤解とは、速読、多読、専読に対する認識。読書術の新常識とは、メンタルマップとスキミング。メンタルマップとは、本を読む前の事前準備。スキミングとは、本の読み方となっております。では、改めて本題に戻って、今回の動画の最後、3つ目のポイントである、アウトプットの極意、スパイスに関してお伝えします。スパイスとは、アウトプットする際に意識すべき項目の頭文字で、単純化、私的刺激感、意外性、自信、共感という5つです。まず、相手に伝えたいことを可能な限り単純なメッセージとしてまとめ、聞き手の利益になる話し方をする。例えば、聞いて聞いて、すごい本見つけてさ、という言い出しではなく、そういえばこの間こんなこと言ってなかったっけ、だったら参考になるかもしれないんだけどさ、という切り出し方を行うイメージです。そのような流れで話し出したら、意外性のある内容を伝え、相手の興味関心を引く。そして話す際は、自信に満ち溢れた雰囲気で、それを伝えることを意識する。声の調子や視線、身振り、手振りなど、すべての雰囲気です。
これはハロー効果というメリットを最大限に引き出すためのものです。そして相手の意見に共感しつつ話をするという内容になります。読書により知識を得ることは非常に重要です。ただ使えなければ宝の持ち腐れとなってしまうので、そうならないためにこのスパイスに当て込むとどのような話の流れになるのかな、このスパイスの流れで話を構成するにはどのような情報が必要なのかな、というイメージを持った上でメンタルマップの作成やスキミング、読書を行うことを心がけましょう。改めてまとめます。今回の動画の3つ目のポイントはアウトプットの極意スパイスに関してです。そしてスパイスはそれぞれ単純化、指摘利益感、意外性、自信、共感の5つです。いかがだったでしょうか。私が育ってきた環境では学校や会社で本を読むように言われていたり、勉強することに関しては学生時代に勉強しなさい、勉強は大事とインプットが目的であるかのように教育指導を受けることが多かったです。ただ今回の解説著書 DAIGO さんの知識を操る超読書術ではインプットが目的ではなく社会で本当の意味で役立つ知識を得る重要性とそのための学習法やテクニック、例えばキュリオシティギャップやテクニカルタームなどまだまだ役立つ情報が盛りだくさんとなっているので、面白そうだと思われた方はぜひご一読してみてはいかがでしょうか。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が少しでも参考になった、役に立ったと思われた方は高評価、チャンネル登録、コメントなどいただけると嬉しいです。並びにビジネス塾のツイッターのリンクも概要欄に貼っておりますので、よろしければツイッターのフォローもお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。